第2マッチは木下アビエル神奈川平野美宇と九州アスティーダの井出沢京香との戦いです。審判ご紹介します。主審は古谷みどりさん、副審は大津恵さんです。では選手の紹介していきます。平野美宇です。どのような特徴のある選手でしょうか。はい、線型は右シェイクの裏外ラバーを両面に貼っていますね。特にこう両ハンドの安定感、そしてミスの少ない卓球、それプラスこう高速卓球と言われる前陣で両ハンドを振っていけるスピード感のある卓球をします。それに加えてフォアハンドの強化を近年行ってまして、この今フォアドライブ打ってますけども、この威力というのも上がってきた平野選手です。ハリケーンとも呼ばれる。そうですね、平野です。はい、来年のオリンピックも見据えて強化が進められていますね。はい、対する九州は井出沢京香です。ラバーが特徴的な選手ですよね。そうですね、右のシェイクフォアに表外ラバー、バックにこう粒高と言われます、こう普通にバックハンド振りますとナックル製の少し下回転に近いボールで飛んでいくラバーを使用していますね。ここで変化をつけてフォアのスマッシュ、そして相手のミスを誘う、このような卓球をします。第2マッチ始まります。サービスは平野からです。バック対バック、平野が取りました。今のように平野選手がドライブ、そして井出沢選手がバックでのブロックという形からスタートすることが多くなると思います。井出沢のポイントです。はい、今のようにフォア面で打ちますと少し前進回転の強いボール、そしてバックですと少しナックル製のボールが出ますので、平野選手はそれに一球一球対応しなくてはなりません。サービスエースです。そして井出沢選手の特徴でもあるサービスですね、今のも平野選手のミスを誘いましたけども、多彩なサービスというのも魅力の一つです。勝負のポイントはどういったところでしょうか。はい、いかに平野選手が井出沢選手のこのバック側のボールにうまく対応できるか、そして対応したところでしっかりとチャンスを攻めていけるかというところがポイントになります。はい、逆に井出沢選手はそれをしっかりとカウンターしていけるかというところですね。フォアで決めていけるかということですね。あとはバックでもいろんな変化をつけることができますので、いかにミスをさせるかというところです。平野が取りました。ですけども今木下アビルにはフージョージャーという中国からの選手が来ていますよね。はい、バック面に、ね、はい、粒だからのソフトラバーを貼っている選手が来ているんですけども、まあ、練習も井出沢選手対策を練習でもやってましたね。はい、2人はそのフォージョージャーと井出沢京香はですね、今年行われた学生のオリンピックといわれる、ワールドユニバーシティゲームズで団体戦で当たっています。日本は負けてるんですけれども、井出沢選手はフォージョージャーに勝っています。そうなんですよね。はい、ですのでこのフォージョージャーと井出沢選手の一戦も楽しみにしてたんですけれども、はい、少しこう井出沢選手を嫌ってか、フォージョージャー選手は出てきませんでした。レッドやり直しです、ね、少しこうトスをもう少し上げるようにという注意を受けましたね。素晴らしい、平野が決めました。今のように井出沢選手が入れるだけになってしまいますと、ボールが高くなったり浅くなったりしてしまいます。
ソコヒアの選手にこう踏み込まれながら打たれてしまいますと、なかなか入澤選手でもこうブロックをすることができなくなりますので、いかに深いボールを送るかというところも注目していただきたいです。深いボールですね、はい、平野のサービス巻き込み、平野が取りました。井出沢選手と平野選手は2020年の全日本選手権で一度当たっています。その時には井出沢選手が勝ってるんですよね。そうですね、はい、ゲームカウント1対4で井出沢選手がその時は勝っています。はい、その時の試合というのも、やはり井出沢選手の変化というところに平野選手は苦しんだんですけども、そういうふうに変化をつけてうまく平野選手を翻弄するとチャンスが出てきます。逆に次の2021年はTリーグで平野選手はリベンジを果たしているんですけども、その時はしっかり対策もしていましたよね。シックスオールになりました。で、まあ、今のように井出沢選手はフォアで攻めていくボールを入れましたけども、バックでばかり打たずに今のようにバック側でもフォアのボールを打ったりというふうに変化をつけていくことがとても大事になります。続いて切れたサービスでしたね、はい、で小出沢選手へのバック側に深いサービスを出すことが多くなるんですけども、フォア前に出されることによってまたバックの長いレシーブがしにくくなるんですね。そういう狙いもフォア前に出した理由でもあります。井出沢でした、はい、やっぱりバックの奥にこうサービスを出されると取りにくいんでしょうか、井出沢選手は。はい、なかなか強いボールが打ちづらいんですね。ですので当てるだけになってしまいますと、こうナックル性のボールで返球することになってしまいますので、平野選手の3球目というところに強打につながってしまうんですね。振っていきましたが、井出沢のポイントです、はい、井出沢選手も少しカット性のボールであったり、ボレーのような深いボールであったり、このような変化をうまくつけています。いいですね、ナイスボールですね。回り込んで決めました。サービスもバックサービスに切り替えて、バックにこうおびき寄せたといいますか、はい、こちらに打たせて回り込んで攻めていきました。これはバックドライブ入りませんでした。はい、結構ね、粒高でツッツキをされますと回転量が少し判断しづらくなるんですね。少し迷ったようなドライブとなってしまいました。素晴らしい、素晴らしいですね。井出沢はゲームポイントとなっています。サービスエースです。イレブンエイト、第一ゲームは井出沢強化が取りました。いかがでしたか、今のゲーム。はい、もう井出沢選手は第一ゲームがとても重要だと考えてたんじゃないかなというふうに思うんですけども、サービスも本当に一球一球、まあ、出す位置、出す回転、そしてこう本当にいろんなこう長短の変化もつけながら、平野選手をやりにくいようにうまく仕向けていたんじゃないかなと思います。そしてバック側をバックだけではなく回り込んで攻めたりというふうに的を絞らせないようにできたことが、井出沢選手この3本の差につながったかなというふうに思います。いろんな変化があって相手は結構対応するのも大変なんじゃないですかね。はい、そうだと思います。こうラリー戦になってもやはりこう変化というのが出てきますし、やはりこう合わせるだけでは強打が待っていますので、入れるだけではいけないんですね。そこを無理させられるとしますと、こうミスになってしまいますので、いかにそのギリギリのところを狙うかというところが大事になってきます。
秀澤選手もね、この世界大学の時にもやはりこう先天いい選手という世界ランキングでも上位の選手にも勝ったりしていますし、そういうふうにも本当世界のトップレベルにも勝つ実力を持ち合わせていますので、本当に世界トップレベルの戦いになっていると思います。はい、今年の全日学と呼ばれる大学生の全国大会でもシングルス優勝しています。井出沢のサービスから始まります。画面奥が井出沢、手前に平野です。井出沢のポイントです。次は平野が取りました。屈伸をしてサービスです。回転が合わなかったという感じでしょうか。はい、そうですね。井出沢選手今バック側でレシーブをしました。フォア前でこうサービスを受けるときにフォアでやったりバックでやったりというふうにどっちで打つかわからない状態で変化をつけていますので、平野選手も予想がしづらいんですね。平野が取りました。はい、今のように同じボールを打たれますとやはりこう平野選手も対応してきます。井出沢選手も少しこうフォアでバックでっていう風にいろんな変化をつけていくと、また平野選手も困ったかもしれませんね。回り込みましたが入りませんでした。世界レベルのバックドライブでしたね。はい、威力も回転量もある、そしてコースも厳しいドライブでした。はい、いいボールです。はい、レシーブエースです。はい、押すようなそうですねモーションでしたね。はい、先ほどまではバックに打っていましたが、今はコースを変えてフォアを狙っていきました。4-3。素晴らしいコースです。今のような平野選手のバックストレートですよね。はい、まあ、裏ソフトラバー同士の試合もそうですけども、このバックストレートが近年本当に成長しています。早いですしね。はい、打球点も素晴らしいものがあります。ドライブバック対バック、井出沢が取りました。はい、今のも厳しいボールでしたけども、しっかりと粘ってついていきましたね。このようにこう1本厳しいボールを打たれてもしっかりとつなぐことができれば、井出沢選手もチャンスが出てきます。バックに長いサービスでした。サービスの工夫が素晴らしいですね。今のようにまた順回転を入れてまた逆回転を混ぜていくというような戦術です。これは今何かしようとしたんですか。はい、井出沢選手がボールの左側をこすりながらこう横回転を入れたツッツキのようなボールだったんですね。はい、少しハーフロングでもありましたし、打ちづらい曲がっていくボールだったので、はい、こううまく打ち外れてしまいました。ここで
タイムアウトです、うん、あ難しそうですね。そうですね、ハーフロングでこう飛んでこないボールだったのでドライブしようとしたところこう打ちづらかったんですね。ここでタイムアウト、どのようなアドバイスが送られているでしょうか。はい、やはりこう出澤選手 あのチームではやはりこの平野選手に的を絞らせないようにするにはどうするかということが大事になってくると思うので、そういう戦術の組み立てというのを話をしていると思います。逆に平野選手のチームを考えますと、やはりこう平野選手の戦い方でこうコースがバラバラになってしまいますといろんな変化が生まれてしまいますので、でこうバックに深いボールを送るのであればできるだけこう単純なボールにして平田選手をしっかりとバック側に寄せてからフォアを狙うであったり、こうサービスの組み立ても短いボールが多すぎますとやはりこう前に踏み込まれていろんな変化をつけられてしまうの でこう深いボールをしっかりと有効的に使うようにという話が生まれているんじゃないかなと想像します。はい、タイムアウトが明けました。平野のサービスからです。バックドライブは入りませんでした。はい、先ほどまではバックでのレシーブが多かったんですね。フォア前へのサービスを出澤選手はバックでレシーブすることが多かったんですが、今フォア側でツッツキをしましたので少し回転量の強い下回転の強いツッツキで返ってきました。そうするとネットミスをさせられたんですね。これは綺麗に決まりました。はい、ナイスボールです。ナイスボールです。レシーブから振っていきました。はい、レシーブエースです。サービスエースでした。はい、平野選手はこの第2ゲームフォア前のサービスが多かったのですが、結構今のようにバックに深いサービスナックル性のボールを出していくと、あのニワティディサー選手もこう単純なボールになってしまいますので平野選手はやりやすくなるかなと感じます。バック対バックが続きます。入澤でした。いや、今のボール素晴らしかったですね。そうですね。はい。入澤もいろんな打ち方をして相手を翻弄、平野を翻弄している感じがしましたけれども、はい、ただこうバックを振っていくだけではなくて、はい、少しサイドスピンをかけたり短く落としたり深くいったりというふうに一本一本の工夫がありました。平野も回り込んだりとすごくフットワークが良かったです。ナイスボール入りましたね。でこう守備の部分と攻める部分のこうバランスがとてもいいですよね。はい、でこう相手の心理もしっかりと読みながら打っています。今朝はゲームポイントです。素晴らしいプレーでした。難しいボールでしたが、はい、踏み込んで打ってきました。井出さんはゲームポイントを迎えました。この変化に対応できる平野すごいですね。はい、第2ゲームは 11-8 で井出沢が取りました。ゲームカウント2-0です。いかがでしたでしょうか。はい、井出沢選手が本当にサービスレシーブでいろんな工夫をして先にこう平野選手に対して変化をつけている分、井出沢選手があの若干ではあるんですけど先手を取った状態でラリーが進められているんですね。ですので平野選手もこうラリーでもいいボールは打ったりしているんですけども少しこう不安な気持ちも持ちながらあのラリーしている分、実際選手が最後変化をつけた時にミスをさせられているんじゃないかなと感じます。そしてもう一つは平野選手が困っている部分は自分がサービスを持った時にはできるだけ得点していきたいんですけれども、なかなかこう井出沢選手に変化をつけられているのでこう思い切ったドライブというのができていないので、まあ、この2ゲームを井出沢選手が先制したかなという感じです。
平野は次どのように対策していくと良いでしょうか。はい、やはりこう井出沢選手のバックハンド、とてもあのやらしいボールがあるんですけども、逆にしっかりと自分からこう少し高めのボールであったり、回転をかけないナックル性のドライブであったりというふうに自分から変化をつけていくこともとても大事だと思うんですね。どうしてもこう打ち抜きたいって思うのがあの小駅満選手のこう心理面ではあるんですけども、逆にあの井出沢選手がやっているように自分からこう相手にミスをさせるような戦術っていうこともそういう視点であの戦術を考えることができればまた平野選手の流れになってくるんじゃないかなというふうに私は思います。平野さん、ラブオー。第3ゲームの始まりです。平野のサービスからです。レシーブから攻撃打ってきましたけれども、はい、井出沢選手やはりこう平野選手がフォア前からのサービスで、まあ、第2ゲームを落としましたので絶対バックに長いサーブが来ると思っていたんでしょうね。そういう心理を読みました。レッワンラブ。レッワンラブ。レッドが続きます。ワン、レシーブエースです。はい、素晴らしいコースでした。フォア前かバックロングか、はい、どちらかっていうところで結構惑わされてたところもあるんでしょうか。はい、あのやはりこう相手の動きも読みながら迷っていたと思います。よく決めてきました。井出沢のポイントです。井出沢選手も少しあの長いボール、短いボール、そして今のようにハーフロングというふうにこういろんな長短も混ぜながらサービスを工夫しています。ナイスボール。ミドルのボールをうまく切り替えてフォアで決めていきました。結構ミドルのボールというのはシェイクハンドの選手はなかなか打ちづらいコースではあるんですけども、ペアの選手はここ近年本当にこのミドルの処理というところが質の高いボールが打てるようになってきました。ナイスコースですね。今のミドルのボールをサイドにこうシュート気味に打ってきました、はい、でこのようにこう短いボールというかこのサイド気味に少し浅めの深いボールをやっていくとやはり井出沢選手も対応しづらくなるんですね。サービスを変えるようですね。しゃがみ込み、フォー、スリー。早かったですね、バックハンド、はい、スピードの差もうまくつけています。今の表で打ったんですね。だから早かったんですね。素晴らしい。ラケットをくるくるっと変えてフォアでフォアに張ってる面で打ったということですね、はい、レッフォースリー。ボール3球目決まりました。素晴らしいですね。なかなか平野選手は今度どこに打ったらいいか分からなくなってきますね。はい、こう先ほどまで井出沢選手のバック側に多くボールがいってたのでミドルを狙っていったんですけども、そこも狙い撃ちされますとなかなか狙いづらいとなってきます。サービスエースです。もう一本サービスエースです。深いサービスでしたね、はい、今のようにこうできるだけ深いボールを送って井出沢選手を少し台から下げさせられるようになればまた平野選手もやりやすくなってくると思います。
ナイスボール、はい、今のもフォアに深いボール、そしてフォアに動かした後にバックに深いボールというふうに深いコースを狙っていくと、出澤選手であっても数センチ下げさせられればなかなかいいボールが打ちづらくなるんですね。よく取りました。レシーブから打っていきましたね。はい、今のはほとんど抜けているボールでもあると思うんですけども、この1本出澤選手もしんどいでこう繋いできましたよね、はい、1本取るのが精一杯というふうに本当にレベルの高い試合になっているなと思います。レッド7-5フォア前に短く出しましたが、はい、先ほどまでしっかりと深いバックに長いサーブ出してましたよね、はい、その2本捉えてましたので少しフォア前に行くのが遅くなりました。2サウンド得点です。バックのブロック硬いですね。クラムの得点です。今のもねハーフロングの一台から出るサービスでしたけども難しいボールですが振り抜いてきますね。こういう精神力の強さも平野選手の持ち味です。サービスエースです。取りました。ネットに当たってオーバーです。10-8。平野はゲームポイントを迎えています。出澤が取りました。はい、エッジで入りました。まだ分かりませんね。はい、ものすごいラリーですね。はい、ゲーム平野、11-9で平野が取りました。ゲームカウント2-1です。いかがでしたでしょうか。はい、もう本当に1球1球お互いが工夫して変化を自分らしく振り抜いていったところだと思うんですね。こう中途半端にこう迷いながら打ってしまっていてはやはりこう出澤選手のこうカウンターであったり変化が待っていますので、しっかり自分が打てると思ったところはしっかり振る、しっかりつなぐときはつなぐというふうに戦術をしっかりと分けるということが大事になってくるかなと感じます。出澤のサービスから始まります。レッラブオーラブワン、ジャンプ取りました。しゃがみ込み、レッラブマン、レシーブからできました。はい、今のも出澤選手が表ソフトラブのラバーのままバックハンドをしようと思ったんですけども、平野選手のドライブのスピードが速かったのでなかなか追いつきませんでしたね。
ス狙っていきましたが入りませんでした。これから出沢選手にとって大事になってくることは、今のように振り抜かれてもできる限り高くならないブロックで何球も返球できるかというところが大事になってくると思います。いいコースでした。今のように深いバックへのサービスを出されますとレシーブが甘くなってしまっているんですね。そこをどのように回復するかです。女子ベースです。ハンド強烈ですね。すごく威力のあるボールですね。はい、ですのでやはり出沢選手は当てるだけになってしまって、またチャンスを平野選手に与えてしまうという状況です。レシーブから打っていきました。はい、素晴らしいプレーです。待ってたということなんですかね。そうですね、バックに長いサービスが来るということを予測して回り込んでいきました。平野も負けじと打っていきます。これはありませんでした。いろんなサービスを持ってるんですね、入れ触って、はい、本当にこうしゃがみ込み一つにしてもフォア面で打ったりバック面で打ったり、本当にいろんな一球一球工夫をしたサービスを持っています。ナイスボール、3球目決まりました。はい、フォアの攻撃力も本当に高いものを持ってますね。レシーブ狙っていきましたが入りませんでした。平野のサービスエースです。でこう普通入沢選手と戦う、まあ、女子選手の目線で考えますと、やっぱりこう緩急をつけて緩いボールを打って入沢選手のブロックさせて次狙うとかっていう風に少し緩いボールをもっと入れていくのが通常なんですけど、はい、平野選手はそのさらに先を行っていて強打を打って相手のボールを単純化させる、そしてまたその相手のを無理させてミスを誘うっていう風な戦術なんですよね。すごくトップレベルの戦い方をしています。素晴らしいミスボール、ミドルに打ち抜きました。このゲームは 11-3 で平野が取りました。これでゲームカウント2対2になりました。いかがでしたでしょうか。はい、本当に平野選手がこう気持ちの面でも戦術の面でもしっかりとこれで戦っていくんだというところが、まあ、第3ゲーム以降見えましたよね。このように振り切っていって相手の変化をこう鈍らせるんだというしっかり振っていた状態でこの自分の展開に持っていくというふうに戦術転換ができたところがこの2ゲーム練習できたところになっていると思います。対する入沢は次どのように出てきますかね。はい、もう本当に、ね、6対6からのスタートですので、いかにこうサービスレシーブで相手の強打を防ぐかというところが大事になってくると思います。最終ゲームは6対6からのスタートとなります。まだまだわからない展開です。
九州としてはここを取りたいところですね。そうですね、この1ゲームはとても大きな意味を持ちますね。ファイナルゲーム、平野とサーブ 6-0。 短期決戦です。平野のサービスから サービスです。本当にね、一球一球が重くなりますね。ナイスボール、回り込んで決めてきました。はい、難しいハーフロングのボールでしたけども、しっかりと回り込んで踏み込んでいきました。ですね、これタイムアウトですね。はい、伊沢選手のタイムアウトです。伊沢選手が、次は、ね、サービス権が回ってきますの で、 そうです、ね。はい、まあ、どのように平野選手の強打を防ぐようにサービスの配分を考えていくかというところが話し合いを持たれていると思います。対する平野はいかがでしょうか。はい、やはりこう池澤選手の変化をいかに殺させて自分の強打につなげていくかと思うんですけども、やはりこう次はこうレシーブ権に回りますので、いかに相手のこうやりにくいところに打つかということですよね。まあ、そのゲームの後半、あのフォアへの長い続きもありましたけども、でそういうふうに井出沢選手のこう逆の逆というか、こう相手が思ってないところをついていけるかというところが大事になってくるかなと感じます。井出沢のサービスからです。何かあったようですね。はい、よくね、あのフラッシュとか気になる時がありますよね。すごいラリーでした。はい、今のは少し高めのボールを織り交ぜながら井出沢選手の強打を防いでしっかりと振っていく戦術でしたね。成功しました。もうね、少しフォア側の浅めの高いボール、難しいボールであるんですけども、しっかりと体をよじりながらしっかり振っていきました。バックロング、バック対バック、フォアへ、フォアへ取りました。このストレート脅威ですよね。早いですよね。はい、コースも厳しいものがありますので、バックも守備しながらフォアを気にするとなかなか難しいことだと思います。平野がマッチポイントを迎えました。丁寧に返していきます、井出沢。はい、ね、サービス2本残っていますからね、まだ分かりませんね。はい、サービスエースです。はい、深いサービスでいきました。次のサービスも気になりますね。はい、で同じことをしていては平野選手も待っていますので、いかに平野選手が待っていないことを井出沢選手はできるか、逆に平野選手は井出沢選手のしっかりと変化に対応しながら振り切っていけるかです。構えバック対バック、井出沢です。いや、バックしっかりと振ってきました。はい、深いボールでしたね。ここからは、はい、ミドルに1本深いボールもあったので平野選手は苦しくなりました。デュースです。
澤選手ですね。澤が取りました、はい、2本差で勝負が決まりますので、はい、もう1本澤選手は取らなくてはいけませんね、はいはい、選手は逆にもう1本取り返してからさらに2本取れなくてはなりません、はい、おー、ナイスボール、ナイスボールですね。デボールになりました。いや、難しいサービスに対してしっかりと体を入れていって振り抜いてきました、はい、この辺りの精神力もさすがですね。そうですね。柔らかいボールで今度は打っていきましたね。池澤選手のレシーブも素晴らしいものがあってやりにくいボールだったので、木山選手も強打できなかったのかもしれませんけども、強打を待っていた池澤選手に対して少し緩めのボールで打っていきました。こういう、ね、駆け引きもね、素晴らしいです。平野はマッチポイントを迎えています。さあ、池澤のサービスです。バック対バック、平野が取りました。13対11で平野美宇が取りました。ゲームカウント3対2です。いかがでしたでしょうか。はい、非常に見応えのある試合でした。特にこの入澤選手の変化に対して平野選手がこう緩急で緩いボールを入れていくだけでなく、こう強打で応戦していたところが私は印象に残りました。すごいラリーでした。はい、最後は、ね、入澤選手も表で対応していったんですけども、それにも対応していった平野選手でした。取られて取られて、取って取って、最後も苦しみながら一本一本つないで取りました平野です。やはりね、こう 0-2 からのスタートというのはなかなか選手も気持ちを立て直しにくい、そして戦術転換も難しい中でそこから勝ち切るというところも平野選手成長しているところですね。はい、木下アビエル神奈川対九州アスティーダ、現在マッチカウント2対0となっています。第1マッチはダブルスチャンルイ長崎対栗山山室ペア、2対1で木下が取っています。その後シングルス木下の平野対九州の井出沢、3対2で平野が取りました。